エンペラー滝とは北アメリカ大陸の北西部のカナディアンロッキーを流れる小さな河川の一本であるロブソン川の本流に存在する幕府の一つである。ロブソン川の流域にはいくつもの滝が存在しているもののそれらの中でもエンペラー滝は特に大きく立派な滝、つまり皇帝の滝として知られている。エンペラー滝を正面から見たところ滝の右半分の大きく 水しぶきが上がっているのが、滝の途中に存在する大岩に、水が当たって、その水が前方へと飛び散っているところである。2006年7月撮影。やや斜め方向からエンペラー滝を見たところ、大岩に落下してきた水が当たって、前方へと飛び散っているのが、はっきりとわかる。2009年7月撮影。やや高い場所からエンペラー滝を見たところ、周囲に、 大量の水しぶきが舞い上がっているのを見て撮れる。2003年7月撮影。ロブソン川は、フレイザー川の最上流部における支流の一本であり、カナディアンロッキーの最高峰とされている、ロブソン山のそばを流れている。このロブソン川の本流や支流には、多数の滝が存在しており、特にロブソン川流域のうちのバーグ湖とキニー湖との間の区間は、千の滝の谷と命名されている。 エンペラー滝は、この谷に見られる数々の滝のうちで、ロブソン川の本流に存在する滝の一つである。このエンペラー滝は、北緯53度07分51秒、成形119度12分17秒に位置しており、この滝と、周辺地域は、カナダのブリティッシュコロンビア州によって、ロブソン山州立公園に指定されている。なお、この付近の標高は、 約1615メートルである。この滝はロブソン川。エンペラー滝を流れる水は崖の上の約40メートルの高さから落下しているものの、この約、結果、滝の周辺には大量の水しぶきが散っている。人が映っていることからも明らかなように、ある程度であれば滝へ近づくことも可能である。2003年6月撮影。エンペラー滝へは、 イエローヘッド高速道路の一部にあたるブリティッシュコロンビア州高速道路16号線で付近まで近づく。そしてベルクレークトレイルという遊歩道の入り口などに整備されている駐車場から徒歩でこの遊歩道をおおよそ北の方向へと進んでいく。途中、キニーりの北岸を通りロブソン山の山体を西回りに迂回するように進む。そうすると、 このエンペラー滝まで来ることができる。ちなみに、この滝のそばには、キャンプ場も整備されている。ちなみに、ロブソン側のバーグことキニーコとの間の区間というのは、ロブソン側においては、中流部にあたる。バレーオブ、A サウザンドフォールズ・ブリティッシュ、コロンビアジオグラフィカル・ネームズ、ハット AB ・ブリティッシュ・コロンビア州。 ロブソンマ州立公園のバーグ湖周辺散策路。エンペラーフォールズブリティッシュ。コロンビアジオグラフィカルネームズ。ハットブリティッシュコロンビア州。ロブソンマ州立公園のバーグ湖周辺散策路。AAB カナダのブリティッシュコロンビア州のエンペラー滝。ブライアンパットン。バート・ロビンソン。カナディアン。ロッキーズ・トレイル・ガイド P428 サマ八ートート。 パブリッシング2007年発行 ISBN978 から0から978万2375から0から9。ありがとうございます。